ウェルカムトゥ沖縄、メンソーレ沖縄、ハイサイ、ハイサイグスヨチュウガラビラ。今日は山城慎吾、間違った、山城翔吾のバナナ農園にやってきました。バナナの植え方をちょっと、農業1年生の植田武信がこれから始める皆さんにご紹介したいと思います。カメラさんこちらどうぞ。今あの苗を植える深さ、これパーフェクトですね。苗も綺麗に取ってます。こんな感じで深さ、このぐらいですね。しっかり入るように。でここは意識として風が強いのでちょっと深めに植えます。で深めに植えた時のデメリットもあるんでおいおい紹介したいと思います。こういう感じですね。もう足でもこうスコップを使わなくても一応パーッと植えられるように。で固定したら一人でも簡単に、極端な話すると子供でも小学生でもバナナの植え付けができるようなイメージでやります。で意外とバナナって、株分け大変なんですけどね、次からはそういう簡単早い疲れない株分けの仕方もご紹介していきたいと思います。そして葉っぱ落としてます。これポイントです。これから毎日水かけますけど葉っぱをそのまま落とさないで植えるとふにゃーんって元気がなくなります。こんな感じです。また野菜。